グレー楽しのくムラムやラをりつるっまていうしのが、あれょう。か、戦略か。グレーのムラムラをつるっていう。うん。勝ち筋はなくはないな。超人がうまくコントロールして、グレーのムラムラを釣れれば、ニナは使えれば。うん。かなり厳しいけど。役職をお選びくなだくさはい。ないな、勝ち筋。選騎択士のしな進い路場だっ合、て。余っている役職がオオカミ狂ランダ人ムがでグ振り分レーけらつれるっます。て言って、村を釣る。うん。あなたで、の役職は、占騎い師の士占い先がで狂す。人だったらもうなおベスト。夜が更けうん。ました。もう、人狼に気最をつ高けのて展くだ開。さい。その瞬間もうほぼマームラー曲げる確率がアップする。で、狂人が発言力あって、騎士は守ってもらう形にとって、まず、グレーの人を釣りましょう。で、やれれば。で、そこで村が流れた瞬間、勝てるね。唯一。このプラン通り行けば。足筋はなくはないけど、取らせば、すればいいんじゃないとか、進路の出しないっていう瞬間で夜終わがるよ明けな。ました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが村発がな言かしなかまなす。いんだけど。ははい、い、1一周周目目よよろろししくおくお願い願いししまます。す。そう比較でしてすんのね。に霊能にまだ関しては、2僕の周位用置でだと思って出てきてもらえオれンばライいいンかかなっらて思うんですけど、占いに関しては、なんて言うんでしょう。こうバーっていろいろやられちゃうと、わかりにくくなっちゃうんで、1周目に出てきてくれた方がありがたいかなっていうふうには思いますかね。はい。そうだよね。貸し筋はなくはない。石の進路路。あと、あんま色落としたくないんグで、レーの終了村しまつす。って、9番のプレイヤー占がい師発が、言しま騎す。士から行こうって言ったからよかった。グレーか9ら番で行っす。村できないて、です。特に仕事グレーごでざいニまナはせん。使ってムラムラつったら負け1だ。番さんの最後の発言が、村としては、なんか色を落として、ね、村を分かってほしいんじゃないのかなって思って、8番さんはなんで色落としたくないのかなっていうのは普通に思いますね。はい。理由が欲しいかなと思いました。はい。まあ自分も、まあ安定進行が好きです。まあ22だったら釣り切りだし、占い師さんしようでも、まあ釣り切りたいですね。はい。あとは、まあ盤面固まってからの考察になるんですが、まあしっかり、村は自分のね、色をどんどん落としていけばいいかなと、なと思ってるので、はい。ちょっとそれに注力したいと思います。はい。まあ考察2周目。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。そうですね。白黒だけじゃなくて、理由を述べてほしいなっていうふうに思っています。個人的なところなんですけど、地釣り発言はあまり好きではないです。まあ、ただ、理由は、盤面上どうしても自分が釣られた方が村にとっていいっていう盤面があるのであれば、理由はちゃんと聞くが、どうしても怪しんでしまうので、地釣り発言はしてほしくないなということを伝えておきます。8番から触れていくと、8番があんまり色落としたくないっていう理由は何だったんだろうっていうふうには思ってるんだが、狼でその発言をするメリットってどうなんだろうっていうところと、まあ、狂人だったとしたらば、怪しまれる行為っていうところが、まあ、所定地でわざわざ怪しまれる行動をして、釣られに行く行動っていうのが、あまりに無策かなっていうふうには思ったが、結構逆にのろんで、じゃあ白いみたいなこと言って、負けていくのは嫌だなっていうふうに思ってるので、8番さん2周目1だなと思ってるけど、発言ちゃんと聞きたいなっていうふうに思っている。9番さん指摘できてたから。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。8に関してはね、評価を下したいと思います。8、村。9、村。1、妖精さ。ちょい黒部。って感じですね。8に関しては潔いで、いいよ。8番いいよ。そこに勇気を持ってね、今度9番もいいと思います。1番は、しょうもない発言、進行論。8、9出てるのに、進行論で30秒使い、8を精査してるようで精査してない発言が、まあ、黒助に見えております。ぐらいかな。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能です、霊能。2周目とか言ってたけど、関係ない。盤面早く固めてみんなが考察しやすいようにと思うんで、出ます、霊能です。そうやな、8キーはまあ2周目聞けばいいと思うけど、8の色落としたくないわ。何なんだろう。その前の霊能2周目出て、占い出てとか言ってるんで、
2周目何か出る気でいるんかなっていうふうに俺は聞いてたけど、そうだな、9番はどうだろうな、1番が9番は蜂のこと指摘してたっていうけど、そこまで大したこと言ってなくないかと思ったんで、うん、どうだろうね。俺は8、9、1だったら今んとこ1、1があんまり微妙かなって思ってる。んで、2番さんは、2番さんもね、どうなんだろう。まあ、ローでそんな言い方するんかなっても思うけ。まあ、2周目聞いてからだけど、今んとこ1が気になるかなぐらいです。8番さんは2周目しっかり期待してます。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ、そうですね。まあ、気になるのは1と2じゃない、やっぱり。まあ、1番さんに至っては、まあ、進行論を話すなとまでは言わないけど、なんか1番さんの進行論で字ずれ発言やめてほしいとか言ってたけど、まあ、したやつ釣ればいいだけの話なんで、まあ、そういう人ってそもそも議論で勝てないと思ってるんで、字ずれ発言する人って。死んで証明できることなんて何もないんで、死んでからじゃ遅いんで。だからまあなんか、よくわかんないと思うし、9が8に指摘したって言うけど、8番その移動としたくないって発言、可能性を打ったらキリがないから何で言ってるのかって。まあ、あんま深追いしなくていいと思ってるし、8番のその発言に対して。9番がそれ指摘できてたから、うんぬんかんぬんっていうのも自分には納得できないと思ってる。かな、2番さんに関しても8、9が村っぽく見えるのはわかんない。1番が若干黒いみたいな、気になるのはわかるけどね。って感じかな。5番。のプレイヤーが発言します。私村人陣営でした。2番と同じで私も8番は村かなって思いました。色を落としたくないって狼やったら言わんて思うし、釣り近い票をするために8番はと狼やったらとめちゃくちゃ白証明をしてくるんで、8番は狼はないって思いました。役職で出らんかった場合で、2番は1番に対して、もう狼って決めつけたんで、まあ1番が1年目の時に、何やろ、もっと頑張ろうって、なんか、こう頑張ろうって奮い立たせるために2番は1番に対してそういう指摘をしたんかなって思ってるんで、はい。6番のプレイヤーが発言します。はーい、おはようございます。占い師です。ランダムで2番さんが白です。2番さんが白です。圧倒的に黒い1は4番です。2番が言ってた1番への精査って黒いっていう評価じゃなくて要精査だから、まず発言捏造が1、はい。で、4目線なんだったかな、1のことを怪しむ視点があるんだったら2って評価できる人物なんじゃないのって思ってるから、1、2が怪しいっていう、グレスケもおかしいから4が圧倒的におかしいです。はい。5に関してはなんかいろいろ精査してたけど4の底に引っかからなかったのかなっていうのは気になったっております。っていうか1がこんだけ殴られてるのって結構かわいそうだなと思ってるけど、1って柱発言がムラリあるんだったら、まあ盤面でその理由を言ってくれたらってちゃんと発言してるけど、大丈夫、ちゃんと発言聞いてるって思って。7番のプレイヤーが発言します。うん、じゃあ今日4つればいいんじゃないですか。うん、6番が占い師だったらまあ平和村なんでしょ。うん、だったらまあ4、まあ、6番の邪魔な存在消さないとね。たとえ村でも6番のためにやらなきゃいけない行動だからね。うん、あ、まあ要は8、9、2人の精査を見て、9の方を村で置いたのが1なんでしょ？ 8 ってこんなのってどうなんだと思って。他の2、4、5っていうのは、8の方を逆理論みたいな感じで8村じゃないかって言ってるっていう感じの構図だね。8、9 をどう捉えるかが1、あと2、3、2、4、5の違いってことのなゲームで。まあ、4、5について細かく触れたのが6番の占い師で、4番を怪しんでるなら、今日は4番でいいでしょう。で、6番が占えばいいんだよ。8、9、1、5。これ以外ね。俺は村だから。というだけですね。まあ、6番に全てをかけるゲーム。6番と3番に。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。9しろ。はい。
わかりました。占い対抗ということで。めんどくせえ。マジっすか。2周目。まあ、いっか。グレーは2号からは絶対行きたくないですね。まあ、形はですけど、2番さん。まあ、ちゃんとなんて言うんでしょう。汲み取ってくれてというか、村って言ってくれてたんでね、2番さん。で、5番さんに関しては、人狼だったらそういうことしないんじゃないかっていうことで。安直すぎるかもしれないですけど、2号からは行きたくない。はい。普通にこうやって喋れば喋るほど、なんか怪しく見られる感じがするのが嫌なんですよね、普通に。だからそれでなんか、今でも切りたいぐらいなんですけど、うん。まあ、ゲームにならないと、それだと。うん、いうことで。炎上、7が、状況下で6番さんしか出てない状況。どうなんですかね、4番さんも一方してんでいいんじゃないですかみたいな感じで言ってたのはちょっと7番さん気がかりかなとは思いましたけど。だから、4すいませんの、俺疑われてますけど、そんな発言。聞いてなかったです。申し訳ない。だから、何言ってたか、9番さん以降教えてもらえればいいかなって思うんですけど、現状今7で考えてますかね。そのまだ、まあ2周目ある段階で6番さんを真決め打つみたいな発言じゃないですけど、まあ、対抗を見てない状況下でどうなのかなっていうふうにはちょっと疑問に思ったんで、7番さんに関しては。って感じです。9番のプレイヤーが発言します。はい。現状、自分は、グレーで気になってるのは5番さんで、なんか5番さんが8番さんに対して、なんか役職でない場合は狼でないと思ったっていう発言が、なんか普通に、ね、逆理論で狼じゃないって言えばいいのに、役職でない場合っていうのはどういうことなんだろうなって。なんか、だったりとか、まあ2番はやたら評価するところとか、なんかすごい色が透けてる人物なのかなっていうのが5番さんへの印象で、で、占い師精査でいくと、まあ1番さんはまあ2周目ではあるんですけど、6番さんの発言で引っかかったのが、なんか4番さんの精査の中で、なんだっけな、2が9を黒いって言ってないよって言ってたと思うんですけど、なんか2番さんはね、あ、9じゃないか。1を、2は、1のことを陽性差だけど、ちょい黒いって言ってたんですよ。なので、4番さんが黒いって取ったのは別に言ってましたよっていうところで、そこでなんか6番さんが4番さんをね、釣りにかかってるところと、5番さんのなんか発言で、自分は気になってたので、その8番さんへの精査だったり、なんか色を透けてるっぽく聞こえてたので、そこに対してあんま触れないんだなっていうところで、6番さんの方が若干今、2攻めでは見てます。はい。まあ、でも1番さんの発言も聞きますが、現状、グレーだと5番さんが怪しんでます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい。まず結論から言うと、グレーなら5番釣りたいなっていうふうに思っています。占い師九四郎です。まあ、対抗6はロー強わからんなっていうふうに思っている。ローの場合4は白だなっていうふうに思っていて、4の発言で、まず6がローだった場合、4は白だなって思ってることが一つと、4の発言の中で4は釣りたくないなっていうふうに思っていて、4の私への9の触れ方、変な動きは私自身が9白見えてるので、8に触れてたので、まあ、そこっていうのはまあ、おっしゃる通りですっていうふうに思っていたので、よく発言聞いてるなっていうふうに思った。まあ、2番差に関すと、8は、8を評価して、9の勇気をたたえ、9白なんだけど、9ってほとんど8になんか、チラッとしか触れてなくて、私は進行論も話したし、8、9に対する精査、8に対する精査をしたのに、それが時間配分だったとしても、早口でちゃんと話した話つくだけど、すごい不当な殴りをしてきたなっていうふうに思っている。まあ、グレーで5から行きたいって言ったのは、2の1への頑張れの考察がよくわかんなかったのと、2の評価っていうのもわかんないし、6が5に触れない視点っていうのは、触れたけれどもほぼほぼ考察してない視点が、まあ6、5、ロロあるかなっていうふうに思った。7、弾きたいなと思ったのが、7が6進で見てるのは、まあ2周目からどうこう動こうは見てないなっていうふうに思ったんだけれども、6ローだった場合って、後ろないしは、8番の位置で新占いが出ることを分かっているのに、新占いに平等を貯める行動をすることが7番としては、狼の行動ではないかなっていうふうに今のところ思っている。なので、全部弾いていっても5から釣りたいかなっていうふうに思いました。8番は本当によく分からん。みんなが村っておく理由も私は分からん。2番
のプレイヤーが発言します。今日はね、4か7かな。まあ内容としては7に若干傾いてるかな。7はつっといた方がいいかなと思ってます。それぐらいですね。4番はね、俺ヘンテコさんの精査めちゃくちゃ好きなんだけど、その自分の評価したスケールと自身の発言とその評価した先のスケール合ってない人って黒く見えるっていう、その精査めっちゃ好きなんだけどね。ただ俺は若干1に対して黒いという要素を落としたから、陽性差では落としてないんだよな、そこだけ。でも4番の発言っていうか、その評価内容とスケール矛盾っていうのはそうなんですよ。だからそこは人外要素としてあるかなと思うから読んでもいいかなと思うけど。てか、まあ、いや、これはきっと3番が言うでしょう。3番が言うと思うから。現状俺は4かなんだね。場合によっては4になるかなぐらいですね。はい、以上。1番さ、わかんない。全然俺とスケールが合わないんだけど、1番さ。大丈夫かな ?4 と7釣りたくないの。マジでわからん。ちなみにヘンテコさんは9は占うべきじゃないですね。9はもう村弾きでいいと思ってますね。以上。3番のプレイヤーが発言します。俺ホイホイってめっちゃ意見合うんだけど、俺も7行きたいなと思ってた。4、7でどっちかなと思ってたけど、正直7行きたいなって思ってる。一本してあんまり好きじゃないけど、したいぐらい7に行きたいなと思ってたから。そうね、1が7を弾いた理由も、そこ俺あんまり7行きたいなって思ってたから納得できんかったかな。でも占い師探偵で見たらどうなんだろう、6 6が狼だったら7ないのかなとかも思ってたけど、そうね、指定しちゃっていいかな。俺 7行きたいな。7の色が見たいです、霊能として。すごい、うん、まあどうしよう。やっぱ一本して嫌いすぎてさ、言えないな。いいよ。4、7でいいよ。4、7でいいけど、自分は7に行きます。とだけ言っときます。そうね。なんだろうな、その、最初の発言。4をそんな釣り押すかと思ったけど、あ、5番とか、あ、5番の言ってることは分かんなかったけど、俺、狼落ちると思ってないから、5番は今日はいいかなと思ってた。うん、だから4、7で迷ってたんだけど、そうね。7の色見たら占いもちょっとはっきりしそうだから、今日7に行きたいなと思ってます。賛同してくれたら7に行ってください。お願いします。色みたいです。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。一角してる3番さんが7って言ってるんで、自分は7に投票します。これ聞いて皆さんどう思います？7番さんがやったのってそういうことなんですよ。6番が盤面的に現状は確定してるから6番が釣りたい4入れますね。あなたのために。え、自分の意思でも何でもないですよね、7番さんそれ。6番の意見を参考にする、ここまではわかります。でも7自身で4の精査をするんじゃなくて、近くしてる人の言うこと聞いて4行くっていうんだったら自分も7にしか投票しないよっていう精査になるよ。どう思う、この精査聞いて。めちゃくちゃじゃない、7番さん。って思うし、8番さんに至ってもみんなが外せる理由がわからない。てかまあ結構みんな黒い人多いと思ってて、ここ外せた、7番外せたのわかんないよって2番さん言ってるけど、4、7外せたの。まあ2視点でそう思ったのは別に構わないけど、8番さん外せる理由って何？精査っていう精査落としてないでしょ。あんま喋りたくないけど頑張って喋りますしか言ってなかったでしょ、もうほとんど。し、5番さんに至っても8番が人外だったら色落としたくないって発言しないと思ってるって、そんなもう両面性があるから、その発言に関しては村でも言わないでしょ、そんなこと。そういうゲームじゃない、色落としていくゲームじゃないこれって。黒い人多いなって思ってる。占いに関してはまあ発言聞いてない分6の方がちょっとアドバンテージあるかなってくらい。1の発言聞いて特段新芽とか特に感じなかったけど、まあ6番が人の発言全く聞いてなかったんでちょっとアドバンテージあるかなぐらい。他の発言聞いてよく考え、5番のプレイヤーが発言します。3番は一応4、7をランテージにしたんで、4番はめちゃくちゃ釣りを逃れようとしそうなってまいました。
7番がもし狼やったら、すごい白正面をして、釣り位置から逃れる行動をするって思うんで、7番は、メランのためを思って、6番が深夜って言って、人外の占い師が出にくくしたんかなって思ってます。私は、占い審議は6番が本当の占い師って思ってて、6番は1番をかわいそうって感情が芽生えてたんで、もし6番が人外やったら、1番に白を出すことを選べるんで、6番が2白なのはめちゃくちゃ、本当の占い師、ランダムで出た白なんやなって思いました。あと、もし6番が狼やった時に2番は絶対ないって思ってて、2番は6番に対して好きってまで言ってるんで、バチバチラインが見えすぎるんで、1番は2番を占う必要ないって思ってます。今日は、3番は7番の色が見たいって言ったけど、4番も一応欄に入れてくれたんで、7番の発言切って、釣り位置考えます。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ自分視点っていうのは、自分しか占い師が出てない状態で、7が何らかの人外だった場合は対抗で出てくるかなって思ってるから、7っていうのは結構ムラじゃないかなと思ってるから、正直釣りたくないかな。で、今の5番さんの意見に関しては、まあ最初ちょっとすり寄りかなって思ったけど、どうかね。ちょっとすり寄りにしてはなんかやりすぎかなと思ってるし、だから5っていうのもなさそうかなと思ってる。あとまあ1が5をあんだけなんか釣りをしてるところから、僕多分1って狼だと思うんだよな。で、やっぱり相方としては4が妥当だと思ってるな。1、4、ローローが本線かな。だから4から行きたいかな。4の意見って2周目もわけわかめだったんだけど。わからん。じゃあ僕が2の発言ちゃんと聞いてなくて、2が1を黒死したっていうのを聞いてなかったのは申し訳なかったと思ってるけど、4が6に対して言ったことって、6が人の話を聞いてない人物で、まだ発言が残っているから6の方が新芽って、意味わからんのやけど、その6の新の上げ方。いや、自分が新だから、なんか6新芽って言われたら、おなんやこいつ、結構いい視点してんだって思わせようとしてんのかなと思った。だから4やと思うけどな。だから4が最初に1、2ってグレースケール上げたのも、1が相方で、まあ自分が出なかったからっていう感じかなと思ってるんだけどな。1、4、ローローに見えちゃうんだけど。わからん。ただ9が、まあ囲ってる線とかもあるから、ちょっとその辺も考慮はしたいけどね、僕は。7番のプレイヤーが発言します。うん。楽しみましょう。じゃあ4番でいいよ。うん、制裁釣り。4と8ね。うん。5番だけ除外してあげる。4、2、8ね。うん。まあ、よくわかんないけど。偉そうにしてるからね。あ、3番は霊能じゃないから3番噛んでいいよ。3番守る価値がないから。4番はもう人外を期するから。心が間違っている。7番釣りなんかないだろう。7番は誰よりも最初のだろう。舐めてるんだよ、人狼殺を。2番、8番、3番、4番。お前らは消えればいいんだ。3番守りは入れないから。価値がない。7番を白だと思えない。7番一本釣り指定する霊能。そんな霊能は守る価値がない。宣言した。俺は占いしか守んないから。3番噛め。うん。4番も人外でいい。メンタルが人外だ。7番が誰よりも正しい。あの盤面で。6番しかいないんだから6番の気持ちを汲んで4番を釣るんだよ。それを2周目ヘリクス言いやがって。お前は釣られるんだよ。自主投票するんだよ。それが熱い思いだ、村としての。7番が正しい。7番が誰よりも正しい。7番釣りだけはない。なぜそれを言い切れない。4番釣って3番は噛まれればいい。守りは入れない。覚悟しろ。これから覚えとけ。俺が騎士の場合は舐めてる霊能は守らない。たとえ、だから俺をもう釣り押すな。このゲームで触れてはならない存在がある。ヒロちゃんっていう人を見たら、絶対釣るな。うん、そういうことだ。騎士の時には守りは入れない。うん、これが俺のポリシー。3番、心から反省しろ、3、4。これから俺を釣り押すな。1周目は、グレイジにいても。正しい霊能は俺なんか釣り押さない。読んでいいよ。その疑いには、どんな根拠があるのか。
票が終了しました。追放されるプレイヤーは4がたとえ白でもいい。1と6の頑張って精査してゲームやる。4、3に説教だ。説教だ。説教のために守んない。はい、おはようございます。まあ、慣れない人が権力握っちゃうとこうなるんすよね。まあ、6番さんはやっぱ偽っすよ。これは2周目の6番さんの発言余ってる1番さんの2周目の発言聞いて、決してめっちゃ新っぽいって思わなかったけど、6番が人の発言を聞いてないからアドバンテージがあるって言っただけです。新目なんて一言も言ってないんで、6番さんのこと。まあ、真なわけがないと思ってますね、6番さんが。あのさ、自分が正しいっていうのはアドバンテージの使い方どっちだよ。6が有利だって言ってるの。3よりって考察するんだったら5番も3よりじゃない？うん。6がアドバンテージってするの分かりにくい日本語ってどっちだよ。6が何シンプルに見えてんのかっていうのが日本語的に正しいんだけど、なんでそのアドバンテージって言葉使ってんの。そもそも4目線はどっちなのよ。伝わんねえんだって。そのアドバンテージ4番と5番のやってる行動がそこで差が出るの。6番の中で聞けば何、6の方が芯があるっていう意味だと思ってるから、何を取っても6番何せだと思ってる。入りにくいんだって君は。って考えた時に言葉の言い回しが自分以下みたいなの分かるよね。どっちを言ってるのか分かんねえんだって。もう4番いいよ、別に1と6が4番出てるから、白なんでしょ。じゃあ3番守んなくていいっしょ。だからもう結構やばいと思ってるから、1番さんが俺したいから、負けてもどっちでもいいから。分かった、7番さんがそういう人なの分かったから、じゃあ1番守ってくれ。1番のことを守ってほしいかな、7番は。3番守んないでしょ、もう分かったから。いや、守んないって。俺は6が偽だと思ってるから、とりあえず1番守ってほしい。グレに関しては、ちゃんとした例のは、俺潰さないんだから、俺が騎士の可能性があったら怖くて。わけわかんないこと言ってる、芯がないから、俺はね、見せしめのために守り入れません。わけわかんない、はい、してるから、これをすることによって、私ね、釣られなくなるんですよ、例のから。だって、こんな目にあったら、とりあえず1守っとくけど、1も怪しいけどね、6もあるで、だって1も4だで、おい。結局。1も4だぜ。だから1、6が4をしてんだから4村でしょ。うん。だから3守んなくていいでしょ。守る価値ないでしょ。6神抜かれたらまあ悪いけど、まあ1オートで行って。でも2と8に黒打った場合はね、5番だったらちょっと俺もね考えるけど、2と8だったら心置きなくそっちの黒に行くから、今日のゲーム。夜が明けました。1番が2と8黒打ったらね。昨夜は1名の方が亡くなりました。マジで守んないって言って3番を残すって笑うんだけども。のプレイヤーがマジで笑うんだけど。9隠しろ、2隠しろと。守ると思ったか、俺、本当に守んねえって言うの。俺、ワンチャン6号じゃないかな。なんでかっていうと、これ、将来のために守んねえんだよ。未来のために。3番とか、他のみんなを震え上がらせればね。俺を釣らないんだよ。騎士の場合に、ヒロちゃんは守ってくれないってなったら。なんだったっけ？ヒロちゃんに釣って、俺の釣り回避になるんですよ。いや、こういうとこなんですよね、じゃないの。だから、っていうかよ。なんか俺、そう、皆さんなんか疑ってなくて、俺占い地に全然入るんだと思ったんですけど、皆さん俺省いてて、5番さんは、5番さんは、5番さんは、省いてて、6も省いてて、俺1全然俺占ってくれるかなって思ったんですけど、隠し城まあ作りに行ったっていう感じですよね。大体5の可能性があったよ、6号とか。4番さんは8もあるよ。ということで。村が、なんで俺勝ってんの？3番がミスリードしてるから。俺守ると思ったの？本当に守んねえんだって。どうなんですかね、16の精査のか、58の精査かって多分、裏目線っていうか、3番さんはそうなると思うんですけど。ないだろ、この3番なんて。俺釣りをしてる霊能なんて勝てるわけないだろ、この人は。個人的には。うん、俺が精査した方が勝つ可能性があるから。5、6追ってるんで。うん、占いだったら6ですし、うん、グレだったら5番さんですかね。その何だったっけな、俺。だから4番もちゃんと精査しろって言ってんの。ごめんなさい、忘れました。5と8のローを追いかけなかったらダメだろ。5と8にいるに決まってんだろ。いや、8番さん思い出してほしいんですよね。本当に。4番は多分白の可能性があるから、俺は4釣り押さなかったんだよ。6号かなって一見見て5番行こうと思ったら5番があんなこと言うしさ。だから4、8って。ただ、4番さんが言った通り。4番行かなくてもいいけど、4番は気に入らないから。まあでも4番さんが白だった。あのさ、アドバンテージって言ってる暇があったらさ、まあ、どっちが死んだでいいじゃん。村人。どっちが。村人。多分6が死んだと思ってる感じには4番さん聞こえないですよね。でも一応なんか考察がよくわかん、なんか否定してばっかで。でもただ1点、6番さんが4番さんに対してなんかアドバンテージ云々は自分も、伝わりにくいんだって指摘はしてたと思うんですよ、ね、うん、アドバンテージが伝わりにくいんで、ここに関しては6番さんなんか言葉尻言うと発言した時には6を信じてないのかなって思ってたんですけど、1が信っぽく見えたじゃねえのかな。5番さんは結
4視点さ、6アドバンテージになるって言うからおかしいだろ。占い星座が4番がっつり押してんだから、どっちかというと6に競り見えなきゃダメだろ。そして5、8番さん。なのに6がアドバンテージで言ってんだから、だからちゃんと精査しろよ。6人外で見たら6、5とか6、8とか繋がってくるじゃん。白く見えてしまったんですよ。6番さんへの精査。なんか1位がかわいそうだから、人狼ではそんな発言しないよね、みたいな。8を村置きしてるけど。まあ、うん。なん守んねえって3番が例のだったら負けんじゃん、まあ、んもう。俺釣るって言ってる人ってもう負けるに決まってんじゃん。んしてるなーっていう4、5、8の狼を見てないんだから。見えたので今はさら考えてんだから。遅いんだって言ってもう。もう村に託すわ、はい。ちょっとまた2周目。番多分のプレイヤーが発言します。今日ローなんだろう。はい、おはようございます。2番占ってしまった。2番後ろです。まあ、正直ね、5怪しんだので5占いかなっていうふうなことを考えたんだけれども、村目線2が、隠し白になったらそれはそれで盤面詰まってくるなっていうふうに思ったし、2自身が黒だった時に拾えないなっていうふうに思った。逆に言うと5、8が黒だった場合は拾えるなっていうふうに思ったので、2番占って隠し白があったらそれはそれでいいかなと思って2番さん占いました。まあ、昨日4番さん入れたのは、一周目聞いて4番さん、私は6が4殴りしてることというところと、4番さんの考察時代を聞いて白いなっていうふうに思ったんだけれども、まあ、新騎士の7番さんが4番釣り一本指定の中で、そこ行かないっていうのはないかなっていうふうに思ったので、私は4番さんに来ました。まあ、6番さん対抗なんだけど、4番言ったその、アドバンテージの話は、私も解釈6番と一緒の解釈したから、4番変なこと言い始めたなっていうのは2周目は思ったけどね。5、8どっちかかなっていうところでいくと、8番の木の5に入れてる行動って結構強靭めかなっていうふうに思っていて、まあなんか結構わざと占われ生きてる行動かなっていうふうに思っているので、何なんだろうな。5番がやっぱり、釣りをされてるかなっていうふうに思う。ただ5番で、なんかすっごい出現してるっていうよりは、5番さんの考察が私は全然入ってきてなくて、なんかそれが黒なのか白なのか正直わからんか、6番さんが5番さんに対して、結構、なんて言うんだろうな、6番さんの考察力だったらば、対抗なんだけど、5番さんに対してちゃんと考察すると思うんだけど、そこに対してふわふわと優しく見守ってる感じが6号ローローかなっていうふうに思う。俺釣りしか考えてない人を残して。3番が残ってる方が負けると思った。プレイヤーが発言します。優しい狼やな。優しい狼やな。参加まねんだな。どっちだろうね。占い決め打ち場面です。ミスったら終わりです。まあ、5と6の話聞いて決めますわ。ってぐらいだな。優しいっつが3と7だったら7の方がやばいと思うんだよね。4番はそのアドバンテージ。3番を守るか。理解し、俺占いしか本気で守んないって今回だって4番白じゃん。どう考えても6、1が言ってる時点で。6が人の話聞いてないから、6のローってあるかなとか、アドバンテージ。4番行きたくなかったけど、あんな発言するから。プラスの発言中、なんか矛盾してるってアドバンテージとかって、単語も使い出すわ。6に押されてんのに6がアドバンテージって言うわ。があるっていう表現を使いなさい。5番行こうかと思ったの、俺。5番、8番、5番、8、6の相方がもしあるとすればと思って。あんまり4番って、行かない方がいいかなと思って、5番行こうかなと思ってた。岸田進行、進行取るか取らないかわからないから、俺は触れなかったけど。押したらもう行けない。エロじゃん時期にはもうすり寄られたら弱いの。頑張ろうや、騎士ならさ。だからね、8もあるんじゃねえかなと思って、今日占いね、占い。4か8か2、この辺でいいわっていう。3番、5は陣内でもしゃあねえなっていう。ただ、黒出されればないよ、7番が切れたのどうでもいい。バカじゃねえって思ってるから。新連のならそんなことしないっていうなら、新騎士ならそんなこと言わねえよ、バカ。こんなのは価値ないから。そうね。俺は6位となる。こんなの残すわな。6位かかな。なんか4番のアドバンテージローのはどうでもいいとしても嫌い。ね、よくわからんけど。4番はね、ここで俺が切れるのしょうもないと思うんで。発言前だけど、6がアドバンテージとか、6が多分、新っぽく見えたけど、発言聞いて1が新っぽく見えたっていうことなんじゃないの。納得したかな。2か白できてたら、9は正直。1日目の2週目の発言で結構白はじきしてたから、ワード使うと反発食らう。2隠しろできて、それでは4番、俺以外のと思うんで、組み合わせどうだよ。占い先の理由としても納得したから、まあ6の発言この後あるから聞くけど、困ったよね。現状6に行こうかなと思って。じゃあ6を見てて、5とか8とか終えるちゃんと。のプレイヤーが発言します。1もそうだけど。一番が無駄のために。2番を占うのは、
ならあんまりやって思うけど、と2番って6番に対して好きってまで言ってるし、9番を占わんでいいって、なんやろ、一緒に売る会話でそういう話って、うん、E6 やったらそれはいいのにしないんで、4番、2番はそのアドバンテージっていう日もあったら、どっちが真に見えるでいいじゃん。たまんねえんだってもう、まあいいや。5番は結局、で8番は、2番を占ったら私が黒と思うって言ったけど、8番は盤面的に、6も9占ってんだよな。私が 100% 狼になる。なんで3番残してるの？8番は、ほんと。と思うじゃなくて、残さなくていいじゃん。残っていかんところが、8番の黒をそう。負けんじゃん、村が。3番が6、1番は、切ってんだったら、これ1、2000？ 私が8番か悩まんでよ、私って。なんで俺が見守ってんの？たなって5番に行かない人で7神をする、5番が7神メリットある。私は16の相方がやばいと思った。4番に行くって言ってる時点で6番が16目線どっちでもいいわな。1番48提示したから8が困ったから、確かにって言ったのはマスリよりやって思ってるんで、なんか3番なら勝てばいいけど、なんか負けそうな未来しか見えねえんだけど3番は、まあ、わかんないけど。6番のプレイヤーが発言します。そうね、まあ18だろうね。18だろうね。一応3に言っとくけど、あなたね、騎士だったら死ねえよって言うけど、あなたがやってることって、騎士一本釣り指定して、今日、占い決め打ち盤面で、新占いの6一本指定してるだけだからね。なんかこういう人と、ちょっとゲームやるのほんと嫌だって思ってるわ。8に関しては、だから6の偽要素なんだったの？ちゃんと言えよ、お前。釣りとしてそうだな。なんだそれ。なんで俺を残してんだろう。で、そこに対して、触れない1っておかしいでしょ？ 5 番に、5番を釣らなかったら俺は。1、8、ローローしかないと思うけどな、4が白だったら。わかんないよ、1、6、オオカミで主導してるかもしんないけど。で、4が言ってたアドバンテージって、日本語に訳すとね、有利とか優勢とかって言うね。6が有利になる。発言を、うん、なんや、発言を聞いてない6、発言を取り違えてる6が、6がおかしいって言ってんのに、6がアドバンテージ。わけわかんない発言だろ。俺も6と同じ。当たり前なんだよ。うん、自分の発言見直せよ、おかしいって言っときながら、6アドバンテージって言ってるんだから。なんか言葉の意味を分からずに喋ってるやつが言ってる。これよりは精査のゲームって1と6でどっちが芯がないって言うべきなんだよ。4みたいなのは釣り処理。っていうかまあ普通に1、4ローローだと思ってたけど、今日の8の発言を聞いて僕は確信しました。8が絶対狼です。はい。1、8、8ローローしかないと思ってるわ。わけわかめでしょ。で、3はちゃんと自分のプレイ能力をね、認めた方がいいよ。今日は1いけよ。なんで3番を残してるか。3番は6を怪しんでたの。2周目。俺釣りしか言ってねえんだよな。投票が終了しました。これパッションに押されたの？追放されるプレイヤーは1番、1番の遺言を発表してください。ました。もうびっくりしてます、結構。遺言を発表してください。そうか、319。2番、2番か8。1番が強靭なのかな。まあ5が明確に偽だな、黒だなっていうのは5番さんの発言では分かりました。まあ今日ってオオカミ何したいかで言うと、16の、精査のタイミング、あ、これほんまに頑張ってください。決め打ち盤面だろうと変え直してください。これでも負けるのかな。16の精査するときに、5番が言った行動でいくと、9番も白い、2番も白い、なぜ、5番、1番さんは2番を占ったのでしょうか？いやいや、5番は9番白いって思ってるんだったら、6番が9番を占ってる行動もおかしいっていうふうに思うのが正しいし、私が言ったのは2番隠し白番目にしたら5、8の精査で発言精査でわかるんじゃないかというふうに思っていて、2番が黒だった場合って追いつけない位置だから2番を隠し白にした方が村目線も盤面クリアになるからいいかなっていうふうに思った。で、8号の精の精査してないって言ったけど、8号の精査でいくと8番さんが昨日、民意を背いて5番に入れてる視点で今日
狼って確実に私を釣りをしたいというふうに思ってるんだけど、そこをせずに6にせじゃねえかっていう発言をしてる時点で、私目線5番が黒っていうふうに見えた。5、8占ってないので、8番が、いろんな考えをしてこのムーブをしてるのかもしれないけれども、5番が明確におかしいことを言ってるってことは皆さんに落としていきます。ごめんなさい、私釣られると思ってなかったからあんまり考察伸びひんかもしれへんけど、本来ゴズリしたかったの。なんで釣られちゃったやろうか。だから、6番のアドバンテージは私が分かったよって太鼓さんには答えておきます。6をロート見せるから6、5とかさ。そういうところが足りないんだもん、例の落として。6を陣外と見てどう6、7が繋がってくんだよ、マジで。教えてくんない。もう。4番は4番でわけわかんないこと言ってるし、日本語能力として、日本語としてだって視聴者もそうだけど、6が陣外かわかんないけど、6が怪しいっていうので6アドバンテージになんないだろう。6がおかしいんだから、6の方が偽、1の方が真っていう意味で言ってんだったら、アドバンテージの使えた方が悪いんだし。夜が明けました。そりゃ4番釣りたくなるわ、わけわかんないんだもん。昨夜は1名の方が亡くなりました。まあ、1釣った村誰だよ。3番、5番。のプレイヤーが発言します。意外な組み合わせだな。あ、ごめん、1番すいません、ずっと6番が真やって思ってました。1番がかわいそうっていう感情が、偽物やったら1番に白を出す方が、1番もなんで真面目に腐ってんの。5番裏なっとけよ。うーん、でもな、5番が狼には見えないような気がしてんだけどね。6番。だってね、だって5番が俺を噛むメリットないだろう。4、8指定してるから8っていうのだったら考えられるけど、ランダムで2番白が出たって。村が決めたんだから。思ってました。5番と1番でなんで俺噛むメリットあんだ、俺噛んでんだよ。8からローっていうふうになった方が、もし1号やったら呼ばないんで。何も考えねえんだろうな。今日は6番行ってほしい。6番行って、明日8番。まあ、8番は強靭しようしそうけど、盤面的に8、黒が落ちてないんで、まあしょうがないんじゃない、もう。4番がいた、3番、4番がいたら勝てないよ。6番でもいいし、6番行って、8番でもいい。こういう紙があるっていうのも考えねえから、そうなってんだっつ。まあ黒出しとるんで、6、8の欄、この欄になると思うけど、私がもし1番と繋がっとったら、4番がわけわかんねえからなんだよ。ちゃんと精査しろよ。新芽が上がるような発言しないんで。音橋の中の陣内を追わないからだよ。3番、4番がひどかったのは。6番言ってください。戦う気持ちがないって判断したよ。のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、8番が強靭しようとしたんで、一応5の方占ったら5黒でしたね。正直ちょっとびっくりですね。僕、1、8ローローだと思ってたんでね、5から黒で出たのちょっとびっくりしてますが、まあ、5黒結果出たらね、ああ、なるほど。ずっと6に釣り寄ってたんだなっていうのは、まあ、結果論として分かりました。はい。ただまあ、1番さんなんか遺言で私も変だと思いましたって言ってたけど、だからそれを指摘してるんだって6は。だからそこの要素を拾って6がおかしいっていうのはおかしいでしょって村に言ったので、まあ、ったら別にそこがあなたの、人外としての発言だって拾ってるわけじゃないんだけどね。8番強靭臭いから1号あるかもよ。まあ一号ローロー8強でしょ。だから今日5つって終わり。決め打ちしたのに。強靭くせえな。と思ったらもう1個行ったらいいんじゃない。だって行くしかないよ、ね。まあ、8強やと思ってるけどね。昨日の盤面で。とか、まあなんでこいつ強靭使用したのか不明やけど。するけど、まあ1号で俺勘なんだったら1号が悪いよ。まあ終わんなかったら1強靭の5、8ローロー。でもそれないと思うんだよな。8番ローだったらなんとなくわかるんだけど。ないと思うから、やっぱ8強の5ローで、一号ローローだと思ってるから、ボッツって終わりだと思ってるから、昨日決め打ち進行したのに、7番っていうのは、本当に守り入れねえから、なんかそんな進行ある。6が4番入れてて、4番守る意味、3番守る意味ないじゃん。まあ自分視点としては、まあ心地いい発言をずっと5番がしてくれてたもんですから、5に関しては白なんじゃないかって思ったけど、まあ占って黒結果だったんで、5、1ローロー、8強陣っていうのを本戦で見ております。8番。のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、5、6ローロで思ってたんで PP かなって思ったんですけど、あ、違うんですね、完全にしくじりました。うん、まあ自投票します。9番のプレイヤーが発言します。ちょっともう8番さんがわかんない、自投票強靭だからってことですか。
わかんねえ。でも、1号にも見えないっていうのが、自分は今、まっすぐな精査の、まあ、素直な意見なんですけど、5番差でずっと6の新、1の新目下げるよう、かつ6の新上げしてた気がしてて。うん、で、1も5叩いてて、1号には見えんなーって思って聞いてましたけど、安定で1、いや、自分は6行きたかったんですよっていう、ちょっとまだ迷ってます、ね。いい方法は8行けばいいんだよ。8行って考えればいいんだよ。6、プレイヤーが発言します。6、8も消せるから、ダメだぞ、9番。今日は5に行くしか村の価値はないんだから。一番のアンパイは8。一号ロールの世界戦の時しか村の価値はないです。一番、一応ね、8が演技してる可能性があるんだけど、2番に言うと、6、8で8番が演技して5番の辛さにかかってる演技かもしれないけどね。だから本来のアンパイは8なんだけど。まあ、いいんじゃね。3番と4番が悪いから。聞こえる？ちょっと 20% 来ちゃった。聞こえてますか？大丈夫かな？じゃあもうとりあえず今日はもう5行くしかないから。5。めちゃくちゃドアンって68ローローで狂人が生きてない世界線の時だけ、あれだけど、超モロクソドアンテで、5、6ローローってないから、もう超ボロクソ度安定で行くのであれば8だけど、あ、俺結局それで残っても5行っちゃうから多分5でいいです。もう5しかないから村の勝ち筋はそれだけ。6、8だったらバレてもういいよ、もう負けで、それだけ以上。6行くかかんねえだ。これ9番強靭かもしんねえよ。無理よ、アドバンテージでなんか意味がちょっと用法間違ってる人とこんな例の3番4番がムラムラだったら絶望だよ。だって精査してないんだもん。精査して考えるべきだから。やらないんだよ、もうこれは。俺6、8、5番がなんで俺噛んだんだろう。狼だとして。成功されるプレイヤーは。お？ゲームのだろ？だから、だから。あ、ほいほい。強心かと思った。だって、いくらも5番指定しておとに、1本指定などに。